はい、皆さん、こんにちは。今日もワイルドメンダーやっていきたいと思います。前回ですね、門番のところで、もう一回ですね、どこだ？町に行って、でっかい蜂さんの置物ですね。それを持ってこいと言われましたので、取りに行きたいと思います。あとは、魔導士の隠れ家とかも行っていませんが、まあいいでしょう。あと、前回ですね、この門番の近くで死んでしまったんですが、一応どんぐり持って行ってゲート開いて、ある程度アイテムの方は回収しましたので、今日はそのゲートを通って、まあ、近くまで行ってみたいと思います。ということで、ここですね、まずは行きましょう。それとですね、毒消しと体力を回復するやつもある程度作りましたので、これも持ってきました。さて、どうしようかな。まずは、魔導士のところ行こうかな。で、翡翠の腕輪かなんかを作れみたいに言われたんですよね。ああ、ここもうすでにあれか。毒の、浄化ができてない。やばい、植物繊維がないぞ。ちょっとこの木をもう仕方ないので取って、なんとかしましょうか。さあ、出てくるかな。枝と、よいしょ。あ、出ない。枝しか出ない。枝しか出ないな。それは困ったな。これはどう？なくな、あ、やばいやばいやばい。敵が来てるな。敵が来てますね。いやー、やばいぞ。食物繊維が出てこない。危ない危ない。そして、あ、出てきたかな。さあ、危ない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 。さあ、ちょっと作りましょう。危ないって。危ない。あー！ちょっと待って、ちょっと待って。いやー、なんかめんどくさいことになってしまったな。ちょっと進みましょうか、もう。ある程度行ったところはもう、作ってありますので、おそらく毒にはならないと思うんですけどね。いや、ここもないのかな。一応作っておきましょうか。よいしょ。早速、ピンチが来てしまいましたね。よいしょ。お墓の方はどうだ？ああ、ありませんね。これはできない。とりあえず、町の方に向かいましょうか。どっかで木ぶったたいて、植物繊維をもうちょっと集めておきた。あ、ここもか。ここも毒になるのか。ちょっと待った、待った、まだこれじゃないよ。釜で少し切っていきましょうか。なんならもうこの木は倒してもいいや。死んでますからね、この木は。あ、やばいやばい、危ない。待って待って、ここも来るの？さあ、ちょっと回収していきましょうかね。よいしょ。さあ、危ないですね。もうちょっと先か。マップで言うと、現在ここで、ああ、もう入りますね。一応ここで入りますので、ああ、そうだ。あとは花の道をつけないと。さあ、これで毒斬りが終わったところまで行きました。あとはどうかな。現在ここですね。マップで言うとどこなんだろう。ちょっと道が分かりませんが、あ、ここもか。ここも毒斬りなんですね。さあ、もうちょっと行こう。この上なのかな。さあ、ちょっと建物自体がちょっと分かっていませんが、こんなとこにあったかな、ちょっと覚えていませんね。よいしょ、どんどん登っていこう。さあ、これ、植えついても毒斬りが続くようであれば、少し直しましょうかね。ああ、ないな。どこだ？あれじゃないよね。さあ、方角から来た。あ、ここか。ここですね。よいしょ。さあ、薬飲んでちょっと回復しておきましょうか。建物は、これじゃないぞ。蜂さんがいた場所はこれではないですね。さあ、開けよう。さあ、こちら、ランタンフルーツとかしかありませんでしたが、まあいいか。で、ここにロッククリスタル。思ってたのと場所違うな。ここじゃないですね、自分が思ってた場所は。ちょっと待ってよ。ここじゃないんだよな。そうですね、ここではないですね。どこだ？普通にあったところがもうわからなくなってしまいましたね。ということで、ここ向かおうか。ここに向かいましょう。チェック入ってるところは何だろう。まだ上があるのかな。さあ、ちょっとこの上もちょっと覗いてだけ行きます。
さあ、わかりませんが、上に登った神殿っぽいのがありましたね。ひょっとしたらここでもいいのかな？よいしょと。ということで、中に入ってみましょうか。わ、なんかいっぱいあるな。ああ、これ花の道しかないよね。思ってた場所ではないけど、ここにもいるのかな？ハチさんのオブジェクトみたいなやつがあれば、まあ、バッチリですが、ないな。何もないけど、どうしたらいい？これは壊せない。ちょっといろいろと回っていきましょうか。ここもなさそうですよね。ここ何の建物なんだろう。外出ると、ああ、こんな感じですね。さあ、エレベーターみたいなのに乗って降りた記憶があるんですけど、それすらないですよね。さらに地下は行ける？地下はこれ以上は行けない。いやー、どうしたらいいんだろう。ここじゃないのかな？ちょっと外回りでもうちょっと見てみましょうか。あ、ないな。ないですね。うん、一旦降りてみよう。あ、しまった。やばい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 。そのまま落ちちゃいましたね。では、少し回復するか。食べ物とか、取っていきましょうかね。よいしょ。さあ、こんなもんでいいでしょう。どこなんだ？さあ、さっぱりもう迷子状態ですので、もう仕方ない。魔女の家の方に先に行きましょうか。さあ、下の方に行ったら、ありましたね。おお、来た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 。こいつだよ。違う違う違う。拾う拾う拾う。拾うをしないといけない。ここですね。これで、ああ、でも、ルーンギアはいらないのかな？ルーンギアもちょっと探していかないといけないのかもしれないので、少し見ていきましょうか。あ、あった、あったかな？今取ったのは何？あ、ルーンギアありましたね。さあ、そしたらこの鉢を拾っていけば問題なしですね。よしよし。さあ、ちょっと速度が遅くなりますが、まあ、このまま行きましょうか。マップはもうゲートの方に行けば問題ないと思います。体力的な問題があるかな。さあ、ちょっとワープポイントがあるかないか。あ、ちょっとありそうだけど、これ上かな。さあ、逃げるようにとりあえず向かっていきましょうか。さあ、ゲートの方がもう見えてきていますね。ただ、めちゃくちゃ登るのが遅いですね。それと、帰り道何か通ったのかわかりませんけど、オスロからあなたは彼の神殿を見つけるだろうと伝えられたということで、ちょっとクエストの方は変わってしまっていますね。まあ、ちょっとどこを自分が通ったのかあんまり覚えていませんが、何かクエスト受けてしまったみたいです。まあちょっと気にせず行きましょうかね。よし、さあ、あとはこれで橋のところまで行けば問題なしだと思いますので、一生懸命行きましょうか。さあ、ここ死んだところの近くなので、結構なんか色々と捨ててあったような気がするけどな。それもちょっと、ああ、いっぱい落ちてますね。さあ、こういうやつもちょっと見ていきましょうか。さあ、拾えるかな？拾えるなら全部拾っていきたいところですが。よいしょ。あとはキノコとかいらないやつ全部ここに置きっぱなしにしてますね。よし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 。さあ、ある程度拾いました。他何か、いっぱいあるからな。いらないのがあれば捨てていきたいところですが、これはもういらないか。賞味期限みたいなのが少ないのでもういいでしょう。これは食べてしまいましょうか。よいしょ。さあ、これで OK。あとは、こちらのゲートのところに行けば OK ですね。いやー、この蜂が大変だな、本当に。この、登る時の遅さですね。よし、来た。さあ、ゲートの人まで来ました。さあ、ルーンギアも持ってきたし、問題はないでしょう。よいしょ。さあ、この人に話しかけます。ちょっと待って。どういうこと？ここじゃないのか？ここですよね。どういうことだろう？ここにちょっと置いておこう。蜂さん、ここに一旦置いて。違うのか？
話が違うぞ。ああ、行きましたね。ルーンギアの方を返却すると。オッケー。蜂たちも新鮮な空気が吸えるということで。よしよし、これで開きましたね。オッケー。あ、そういえば前回の門で破片を拾い忘れたんですけど、これ破片拾ってこないといけないのかな？あ、また困ったことがあったら何でも言ってほしいと。自分たちは良いチームだからなと言っていますね。よしよしよし。え、これ蜂さんはいたのかどうかわかりませんが、どうなんだろうな。必要なエッセンスということで、まあいいか。とりあえず一旦橋の下に降りよう。ああ、やっぱりこの破片取らないといけなかった。よいしょ。さあ、ということで、1個目の洞窟、あ、もう洞窟じゃない、門での破片を拾い忘れましたので、ちょっと拾ってきましょうかね。どこだろう。さっぱりわかりませんが、どこなんだろうな。あ、これですね。こちらの方の、まあいいや、ここの、ゲートのところ行けば問題ありませんので、こちらに向かっていきたいと思います。さあ、ゲートの方着きましたね。よいしょ。これを返さないといけないので、よし、とりあえずゲットしました。ここは、あ、やばい、なんか来てるな。マップを見たかっただけなのに。ここはちょっとガスが立ち込めてますので、なんとかしないといけない。ゲートがどっかにあるはずなんだけどな。さあ、ゲートどこなんだ？ちょっと敵がいますので分かりづらいですが、この上なのかな？さあ、ゲートありましたね。どんぐり1個だけ持ってますので、これ直して戻りましょうか。さあ、OK ですね。帰ってこれました。さあ、破片を返しましょうかね。どこにいるんだろう。いた。さあ、とりあえず破片2つありますので返していきましょう。まず都の破片と、住んでいたよと言っていますね。まあ、ここは適当にちょっと見ながら行きましょうか。技術、レイスの毒に対抗するものを作れるかもしれないと。そうなんですよね。これ、杭のやつをもう1個探さないといけないんです。終わり？あ、ありますね。これ、この腕は、翡翠の腕輪の話だな。魔導士や回復魔法士はかつて体から毒を塗るための材料として翡翠を利用したと。装飾品作りに関する記憶を覚えていない今こそ学ぶ武器。ああ、ひょっとして、あれか。そうですね。祖先の祭壇とかで、スキルのやつですね。ああ、これかな。ああ、でも、いける。よし。5ポイントありましたので、いけましたね。では、これで作れるようになったのかな？あれか。テーブルで見ないとわからないですね。これじゃない。ここですね。さあ、どうだ？翡翠の、あった！翡翠のリング。制作しかもできますので、これを作りましょう。ちょっと待ってよ。壊れるまで軽減するになってるな。ひょっとしてこれって壊れるのかな？さあ、ということで、もう一個破片の方を返していきましょうか。さあ、記憶がさらに戻ったよということで、クエスト的にはゲートがあと一個あるって言われてますので、その一個も探さないとダメですね。さあ、で、どうなった？あ、これですね。都市からもっと早く行くにはどうしたらいいかと、普段は街道を通って移動していたんだよと。で、次はどうした？国境には素早く移動できるシギルゲートが建設された。シギルゲートがやっぱり必要なのかな。ちょっと一旦これで水を汲んでおこう。一部の貴族や政治家だということですね。リオワカから頻繁に移動する必要があります。それだけを使う必要、価値があったよと。都市のビルの中層で探せば家への近道が見つかるかもしれませんと。ということは、これ、とりあえずゲートを作れということなのかな？そういう話をしてるんですよね、きっと。いや、ということは、どうしようかな。最後のゲートをもう一個、門があるみたいなので、それを探しに行けということですね。現在、どうなんだろうな。ここですよね。ここと、もう一個がここなので、あるとしたらどこにあるんだろうな。さ
かちょっとわかりませんが、いろいろと探しに行きましょうか。さあではですね、ちょっとゲートの方を探しに行きたいと思いますね。ここ登っていきましょう。ちょっと落ちてしまいましたが、しっかりと登って上から少し見る感じにしましょうかね。よいしょ。さあ、おお、こんなところに町があった。町なのかな、わかりませんが、なんかオーラに包まれてるな。さあ、これはちょっと行けない感じですかね。マップ上だとここか。さあ、さらにちょっと探しに行きましょう。ただ、ゲートを見つけても、あれあるのかな？ギアがあるのかどうかがちょっと心配ですね。よいしょと。ああ、ここには、一応なんかバリアで囲まれた場所がありますね。よいしょ。危ない危ない危ない。困ったな。さあ、ここはどう？ああ、ちょっと解除してない。マナーがなくなってしまったかな？さあ、ちょっと見てみましょう。ここがありますね。これは何だろう？スピリットダーター。ああ、なんか動物がいるのか。よし、ちょっと仕方ない。降りて見てみましょうか。あ、危ない危ない。マントがないところでしたね。よいしょ。さあ、毒の切りありますけど、一応翡翠の腕はつけてますので、どうなんだろう。あと 78% は毒の方が、吸収される感じですね。ゲートなんてないけどな。ちょっと掘りながら行こうかな。サンバーストの実。これは宝石関係かな。さあ、ないですね。ゲートを探さないといけないのに。あ、なんか建物っぽいのはあるけど、入れるのかな？なんか入れそうですね。あ、蜂がある。蜂があるということは、あれか、この中に。ちょっと待ってよ。倒さないと無理かな。やばいかな。開けて。よいしょ。いやー、食らった。開けてない。やばいな。めちゃくちゃいっぱいいるので、まあいいや、倒していくか。ここにギアがあれば、とりあえずギアの方を取っていきましょうか。いやー、めちゃくちゃいっぱいいるけどな。あ、そうだ、必殺技使ってみよう。こっちもこれがあったんだ。これなんだろう何の技かわかりませんが、とりあえず OK ですね。目くらましかなんかなのかな。よいしょ。わー、ダメだ。危ない。これは危ないぞ。ちょっと回復薬使おう。危なかった。いきなり下からドンと押されましたね。よいしょと。さあ、とりあえずちょっとずつ倒していこう。いやー、めんどくさいな。危ない。よいしょ。さあ、あと何体だ？ 2 体かな？あと1体。よいしょ。さあ、これでおしまいですかね。よし、ひとまず終わった。よしよし、オッケー。さあ、それでは箱の方ちょっと開けていきましょう。水の、あれ？開けれない。毒が食らうと開けれないのか？よいしょ。ああ、ギアあった。ルーンギアありましたね。ちょっとゲートがわかりませんが、先にギアの方は手に入りました。この、ああ、また出てくるの？やだな。さあ、ということで、ちょっと進みましょう。もう北の方はかなり来ていますね。いやー、まずいぞ。よいしょ。さあ、ちょっと地図を見たいけど、追っかけてきてない。追っかけてきてますね。現在ここということで、どうしようかな。奥の方になんか流星を飛ばすやつがいるんですけどね。さあ、ではちょっと高いところ登りましたので、ここで見ましょうかね。もう一本登るか。高いところから登れば、ちょっとはゲートの方わかるかもしれません。よいしょ。どうかな。見た感じだと、ないですよね。きっと白い門番がいるはずなので、近くならわかると思うんだけどな。ひとまずここでは見えません。マップももう結構北に行ってしまいましたので、ここではなさそうですね。それかもうちょっと、右の方に行くかですね。ちょっと右の方行ってみましょうか。建物みたいなのがあるところですね。よいしょ。さあ、マント使っていく。
さあ、あっちで流星飛ばしてるやつがいるんでね、そいつをなんとかしてみようかな。どうしようかな。これはもう、一回飛ぼう。あ、しまった。危なかった。ちょっと、発動が遅すぎた。さあ、ガスが来ると言ってますので、よいしょ。さあ、ちょっとマントの力は切ろう。登っていきましょう。OK。で、流星飛ばすやつがあっちにいましたので、あっちの方に行くか。ちょっと食べながら行きましょう。HP も少し回復ですね。よいしょ。さあ、あと水もちょっと飲んでいくかな。ああ、ここ。浄化できない。せっかく来たのにな。浄化はできませんね。ちょっと待って、あの奥に紫、あれ、紫色の光なのかな？ああ、なんか出てますね。よいしょ、とりあえず、よいしょと、飛んでいきましょう。よいしょ。さあ、あとはどうだ？ああ、ここはさっき来て、あ、来てないのか。ここも宝箱があるので、まだ来てませんね。バックパックがいっぱいですよと。さあ、もう荷物がかなりいっぱいだ。さあ、クッキーとアンバーか。いりませんね。ゲートがない。さあ、ゲート見つかりましたね。ついに見つけた。あいつだ。ただ、蜂を持ってこいって言われるとかなり困りますね。よしよしよし、ゲートを持ってきたぞ。あ、見つけたぞ。あとはここを登るだけで OK ですね。あ、そうか。このゲートもあれか。流星を飛ばすやつなんですね。なるほど。さあ、とりあえず登っていきましょう。蜂。蜂持ってこいだけやめてほしいな。本当に。よいしょと。あ、これでゲート、ああ、着きましたね。あった。最後のゲート見つかった。さあ、この人が何を必要とする。あ、止まれって言われた。進むけど、なんだ子供かって言われてるな。さあ、話していきましょう。さあ、穴化け物の一つではないなと。ああ、門を封じた怪物たちのことをご存知のようねと。まあいいや。ということで、もう勝手に話は途中ですが、ルーンギアを返却しましょう。おし！やっぱ最後の1個の扉開いた。さあ、これで1個終わりましたね。破片もありますので、行ってグレーブを救ってって言われてますね。グレーブが誰なんだ？神様なのかな？封印されてたなんか建物あったと思うので、それかもしれませんね。よしよしよし。さあ、とりあえずこれで、門の方を、開けましたので、ああ、もうハテナ出てますね。グレーブはここみたいです。とりあえずここは降りて、破片の方を拾いましょうか。よいしょ。さあ、これ破片を拾って、ゲートの方もどんぐり拾いましたので、解放していきましょう。さあ、ゲートを修復すると。さあ、これでスタート地点戻れますので、帰りましょう。はい、ということで、今日は、なんとか、ゲート3つですね。全部解放して進めることができました。次回は、このグレーブの神殿というところに行ってみようと思います。それでは皆様、ありがとうございました。